はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、本日お知らせ更新されまして、なんかすんごいガチャの情報が来たんで見ていこうかなと思うんですけども、月末開催スーパースターガチャというわけで、虹色に輝くこの雰囲気、まあまあいいんじゃないかなと思われるんですけども、6月29日より開催と。なんか変なガチャ来ます。で、毎月末に開催される特別なガチャというわけで、まあ今月からもう毎月かけて行われるガチャらしいですね。だから月末が常設になるのかな。んで、本ガチャは10連のみで、70体の限定キャラピックアップというわけで、まあ言うたら他のゲームで言うところのフェス的な感じのガチャですね。いろんな限定キャラたちが大集合するという特別なガチャ、なんですけども、で、10連3回目は星5キャラが1体確定で、10連4回目を引くと選べる記念チケットのかけらをプレゼントと。で、これを10個集めたら、記念チケット選べるガチャ引けるというわけで、まあこれどういうことかというと、40連引いたら、その今ガチャに常設されている選べるガチャチケ、あれの記念バージョンのかけらがもらえると。これはね、僕も最初見たとき、と、ちょ、それ、どうなんて思ったんですけども、で、ラインナップしょぼいんかなって思ったんですけども、まず普通のガチャから出るラインナップはこんな感じで、まあ、2020年19、18の限定キャラがふんだんに含まれていると。だから最新のユノとかゴテンクスまで入っているという感じですね。んで、選べる方も18、19、20入っとるんですよ。これはね、ラインナップかなりやばい。ダブルタップキャラから手塚部長とか逆襲までいらっしゃるんで、これはかなり、すごいラインナップになっているのではないかなと思いますね。んで、このガチャの仕組みとしては、10連1回目、2回目が割引で、10連3回目で星5キャラが確定と。で、10連4回目で選べる記念チケットのかけらをギフトにプレゼント。で、そこを引いたらもう1回1回目に戻るというわけなんで、天井が3250ルビーですね。それを10回繰り返したら選べるガチャチケットが引けるということは、つまり32,500ルビー使ったら選べるガチャチケットが引けるっていうガチャになっております。めっちゃ強気32,500 ルビー払ってこの選べる記念チケットという、まあ魅力的なんですけども、引きに行く人はね、数少ないんじゃないかなと僕思うねんな。だから個人的にはこのガチャに魅力はあんま感じませんね。それやったら今まで通り一人のキャラ狙い撃ちの90連天井のガチャを引きに行く方が僕はまあいいんじゃないかなと、思いますね。まあラインナップはね、かなり激アツですし、欲しいキャラもふんだんに含まれているんですけども、当たらんかった時の代償がどぎついで、頑張って選べる記念チケットを回すために400連引いたとしましょう。400連引いたら選べるガチャチケットが引けるんですよね。で、そこまでに一体どれだけの限定がゲットすることができるのかと。それはほんま人それぞれやと思うし、あとほんまに運悪かったら0体という可能性もあるから、それすなわち32,500ルビー放って限定キャラ1体っていうすごい状況になるやもしれないから、それはね、まあそこにちょっとの救済で選べるっていうのはまあいいんですけども、何もなしよりかはね、マシだと思うんですけども、でもね、これ引きに行くぐらいやったら今まで通り狙い撃ちの天井引く方が僕はいいと思いますね。んで、まあ出現の確率も星 5% っていつも通り変わらないので、まあ記念キャラ超アップって書いてあったんで、例えばこの内訳 5% のうちのなんか 4.5% ぐらいが限定キャラの
排出率を他 0.5% が普通のガチャキャラとかやったらかなり激アツだと僕は思うんですけども、絶対そんなことはないと思うから、まああんまり僕は引きに行かんでもいいかな。というかこの選べる記念チケットのかけらがよくわかんなくて、32,500 ルビーも払ってさ引きに行く人います？マジで実況者向けちゃうこれ。ソシャゲでよくあるこういう祭り系のやつって大体なんかバカ課金して引きに行く人いますやんか。なんかそんな感じの、それ専用のガチャじゃないかなと。まあ今現在ジャンプ地界隈にそういう人はあんまいらっしゃらないので、だからねこれ引きに行くっていう人マジで皆無に等しいんじゃないかなと思う。それやったらもう普通に例えば10連、まあ例えばです、120連とか12回目120連ぐらい引いたら、限定キャラが確定みたいなんで、そこの、まで369とかで、星5キャラとかが確定とかして、んで出現の確率を2倍にするとかね。この選べるガチャチケット省いてもいいから、例えば節目10連2回目と4回目で星5キャラが 10% んでそれを引いたらもう1回10連に戻るみたいな感じのガチャやったらめっちゃ引きに行く人多かったと僕は思うんですけども、 5% ですからね。なんか毎月の月末に行われるスペシャルなガチャにしてはちょっとねえぐい内容じゃないかなと思いますね。そんで僕が思ってんのはこのタイミング、6月の後半というタイミングからこんなガチャを登場させたということは、つまり7月のイベント激アツじゃないですか。この6月の後半でみんなからルビー奪い取っていきながらの7月のヒントは100、あれでもっと激アツなやつを登場させてみんなに課金させるという、もう運営さんの気持ちが僕もう丸裸だと思うんで、より一層ガチャ引かなくなるんじゃないかなと思いますね。これは皆さんもこれ想像できたでしょ。これはだっておかしいもん。あんなヒント100とかいう謎イベの前にこんなようわからんガチャ登場させるっていうことは絶対そうやと思うから、もう7月のイベントが激アツっていうことはもう丸裸なんで、絶対に引きますね。まあ今月から毎月開催されるというわけなんで、まあ初日初月はちょっと個人的な評価低いガチャにはなってますね。まあ、この評価が上がっていくかどうかわからへんねんけど、なんか3周年イベントじゃなくて 3.5 周年とかそういう周年系のイベントでルビーバカほど配られた時とかになんかワンチャン引いてみんのもいいんじゃないかな。無双キャラを早々に当ててその残りをここにぶっ込むみたいなのも面白いんじゃないかなと思う。まあ、それはムーブとしてはいいかどうか今適当に言ってんねんけど、まあちょっとわからんガチャがまた登場しますねっていう話でした。